武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年南山大学の物理の勉強方法について話していきたいと思います。南山大学の物理、試験時間は90分間で、配点は100点満点の試験となっています。大問構成は全部で3題出題されています。で、物理科学でその3題、計6題ある中から、3題いずれかを選択して回答するというような形式になっています。なので、物理が得意、物理だけ対策する方は物理を3題解くことになりますし、まあ、物価両方できる方はその中から自分に合う相性のいい問題を選んで、物理1題、物理2題、物理0題というようにうまく組み合わせることも可能になっています。で、物理3題解く場合を考えて今回お話していきます。で、南山大学の物理は他の私立大学と比較して基礎的な問題が中心となっています。マーチレベルというわけではなく、日東駒線レベル、三金交流レベルの物理の問題となっています。なので、物理の基礎基本がしっかり身についていれば十分合格点が狙える試験となっていますので、難易度はそこまで高くないというふうに考えてください。具体的な対策方法としては、宇宙一分かりやすい高校物理などを読みながら、リードライトノート物理基礎、リードライトノート物理、この2冊を仕上げてください。リードライトノートに十分な演習量が、入ってますので、確保できますので、リードライトノートを仕上げれば合格点が狙えると思います。リードライトノートはその物理の公式を運用する基礎の段階から、ある程度そういう日大レベルまでの、入試でよく出てきそうな問題までカバーしてあります。リードライトノート1冊仕上げれば南山大学で戦うだけの演習量が確保できますので、あとは南山大学の過去問演習を追加でやってもらえると十分かなと思います。このリードライトノートの完成度を徹底的に上げて、最後は過去問演習をして、その正確なアウトプットができるように訓練を行ってください。今回は以上です。